さあ今度オリックス勝ち越しのチャンスです。2アウトランナー2塁で迎えるバッターカブレラ、左中間に上がった、ぐんぐん伸びる、勝ち越しのツーランホームラン。カブレラまた大きな仕事を今日やってくれました。3回に後藤が同点ツーベースヒット、そしてすかさずカブレラ、ロッテを突き放す勝ち越しツーランホームランです。今シーズンの第23号ツーランホームラン、カブレラ。4対2オリックス一気に逆転、突き放しました。いやもうさすが4番のこの当たり、まあ、打った瞬間でしたね。もう当たった瞬間ホームランですよね、はい、そうですね、完璧な当たりでした。まあね、それまでやっぱインサイドずっと攻められてましたから、やっぱまたインサイド来るんだろうっていうところの失投ですよね、はい、まあ、それはやっぱ逃さなかったっていうことですよね。そうですね、